鈴木敏夫は日本のレーシングドライバー、実業家、埼玉県出身、血液型ビーガー1975年と1976年に全日本カート選手権シリーズチャンピオンとなり、1979年には日本海産チャレンジカップの初代チャンピオンを獲得。その後、イギリス海産にも参戦した。 トヨタ TS02 レースその5980年代から2000年代にかけて全日本海に選手権全日本海3000選手権フォーミュラ日本全日本ツーリングカー選手権全日本 GT 選手権と全日本選手権格式の様々なレースで活躍し数々の優勝や表彰台圏内の上位入賞を果たした ラルース LH9338 歳となった1993年には、全日本海参前選手権や全日本ツーリングカー選手権で常に上位を走る、円熟の走りに資金難に陥っていたラルースチームが白羽の矢を立て、1993年の F1 終盤2000の日本 GP とオーストラリア GP にスポット参戦し、 パワーに劣るマシンのため買いながら2000とも完走を果たした。1994年には日本人実業家と共同でパシフィックに資本参加する形でドライバーとして長期にわたってチームに関わる計画が立てられたがテストドライブの段階に来てとんざしロータスとの鈴鹿でのスポット参戦としての交渉も合意には至らなかった。さらにルマン24時間レースにも ワークスやプライベートで多数参戦し、1999年には総合2位を獲得したほか、1992年のデート二24時間レースでは、林吉正と水野和都氏が率いる日産自動車ワークスにて、星野和義と長谷美正宏と共に、日本人ドライバーによる日本車初優勝を成し遂げた。またの1995年には、デビューイヤーながら三勝を挙げた。 高木虎之介を抑え、全日本海3000選手権でチャンピオンを獲得した。なお全日本海3000はこの年限りで終了したため、鈴木が最後のチャンピオンとなった。このほか1996年には、ナスカーブッシュシリーズ、メリディアンアドバンテージ200にスポット参戦し、終盤にクラッシュしながらも33位でフィニッシュした。2008年、 東海大学工学部動力機械学科のルマンプロジェクトよりルマン24時間レースに参戦した。また、イギリスの自動車番組トップギアの特番世界の国民車ではダイハツコペンでホンダ株に乗ったジェームズメイト出前そばの配達で競争している。コペンが用意された経緯は鈴木氏は鈴木に乗りたくないだろうとのことでその件には苦笑していた。 2006年9月には、ディレクシブのモータースポーツ界からの撤退に伴い、同チームを引き継ぐ形で、スーパー GT に参戦する R&D スポーツの新チームのチーム監督に就任した。林義正との交流は現在でも続き、東海大学のスタディカーのドライバーを務めている。また、同社により採取されたデータをもとに制作される。 東海大学のプロトタイプレーシングカーのドライバーも兼務する。2009年からは日産公認の GT-R をはじめとする国内外のスポーツカーのメンテナンスチューニング等を行うサービス工場、ノードリングの代表を務めている。また65歳を超えても引退はしておらず、2021年にもスーパー耐久に黒沢拓也らと共にトヨタスープラで参戦している。 2004年から水野和都の下で開発が始まった日産 GT-R のテストドライバーを務めていた。2008年4月17日にドイツのニュルブルクリンクにて7分29秒3という当時の市販車最速タイムを記録し、さらに2009年4月23日には7分26秒70まで記録を更新した。2010年10月1日は2011年式。 GT-R で7分24秒22を記録している。ただ2013年3月に、ミズノが日産を退社したため、それに合わせる形で、鈴木もテストドライバーを退いている。オートスポーツナンバー668,994年12、1号20ページ、特集94鈴鹿、日本人ドライバーの可能性より、都市を鈴木、ストックカーレーシングウィキ。 元日産 g t r 開発責任者、水野和俊氏に聞く、日産 GTR の真実から、カーウォッチ2013年7月4日。ありがとうございます。